明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。もう1月4日なんですけど、今日から仕事始めでチアキスに来ております。チアキスは今フロント部分を工事してて、2月中旬ぐらいまで工事があるので、お客様にはご迷惑をかけちゃうんですけど、営業はねずっとしながら工事もやってもらうつもりです。今日は、4日なんですけど、ゲストハウスで新年会があります。今から新年会に行きたいと思うんですけど、子供たちが今大阪で髪の毛を切っているので、それを迎えに行ってゲストハウスに行きたいと思います。1月も少しずつ Vlog 撮れたらなと思ってます。1月2月3月って全部海外に行くんですけど、1月末にハワイに、ちょっとミーティングで3日ぐらい弾丸なんですけど行ってきたいと思います。その様子もまた撮れたらなと思ってます。では皆さん、1月の Vlog もぜひご覧ください。今日は、いろいろなチアキスのスタッフとかも呼んでいるので、3、40人の新年会でいろんなジャンルの方たちが来ます。楽しみです。昨日は動画にもあったように新年会、大新年会をゲストハウスで行いました。60人ぐらいね、ゲストの方を呼んで、楽しめました。子どもたちもすごい楽しんでました。今から今日はピラティスの今年初レッスンに行ってきます。今年もピラティス頑張って、綺麗なボディラインをキープできるように、さらにもっともっとお尻とか上げたいので、頑張っていきたいと思います。その後は今日は、ご近所のすごいお世話になっている方のお家でお食事です。では行ってきます。はい、で頭が上、そう、肘がガーついてます。朝からチアキスでサロンワークをしてて、今から東京に行きたいと思います。娘たちが明日の朝成田から、留学先に戻るので、今日は東京に前乗りしたいと思います。東京で家族で夜ご飯を最後食べて明日見送りたいと思います。今日は1月なんですけど、17度ぐらいあって本当にあったかいです。成田に見送りに行きました。今から行きます。また春休みまで会えなくなるんですけど、頑張って来てもらいます。リコ頑張って、ここ行ってらっしゃい、バイバイ。リキ大丈夫？Thank you.
今日はめっちゃ寒いです。なのでマフラーを巻いてきました。昨日動画にもあったように娘たちを成田まで送って無事に留学先に着いたようです。もう私この1ヶ月ニューヨークから始まって結構3人のことをいろいろしてたので、昨日娘たちが無事に着いたということで一気に疲れがきました。なので今日はしっかりヨガでね汗を流してマッサージもしてもらいました。すごい元気になりました。今日は祝日なのでお友達とお茶しに行ってきます。シアキスでミストサウナに入ってます。今日は昨日すごいなんか忙しくてあんまり寝てないのでめちゃくちゃ寝不足なんですけど、朝一の、リラックス系のヨガで本当にリラックスできて寝れたのでスッキリしてます。ヨガで汗を流してその後ここのミストサウナでさらに汗を流して準備してミーティングに行きたいと思います。今日の夕方からは知り合いの大新年会がぐらい集まるらしいのでそれに参加します。では行ってきます。こんにちは。今からパーソナルなんですけどあと30分ぐらいあるので有酸素をしてます。パーソナルは今年初めてのレッスンです。本当に寒いので体温めてからパーソナル受けたいと思います。こんにちは。今日は日曜日です。日曜日なんですけどちょっとサロンワークがあったのでチアキスで今2時ぐらいなんですけど仕事してました。今から息子とみんなで一緒にお出かけ行きます。このマフラーとバッグぴったりじゃない？これたまたま家にあってぴったりだなと思って持ってきました。今日はそうそう息子と一緒に来月雪国に行くのでスノーブーツとかスノーウェアがあれば買いたいなと思います。夜も家族でそのままご飯です。では行ってきます。今もう夕方なんですけど今日は昼からずっといろんな打ち合わせをしたりしてました。設計の打ち合わせとかアシスタントの子と一緒に打ち合わせして、アシスタントの子が勉強のために3月から海外に1年間行っちゃうのでその1年間はリモートでのサポートになるみたいなんですごい寂しいです。1年後早く戻ってきてほしいです。今から今日は会食です。スカートは新しく買ったプラダのスカートです。ちょっとシワになりやすいんですけど車なので、上着は着てないです。では行ってきます。こんにちは。今日は今から毎月東京から来てくれているゴッドハンドの整体の先生を今待ってます。その先生は本当に天才的な整体師で大口式って言ってご自身の大口式っていうのを作られた人なんですけど、私腰とか慢性的に痛いんですけど先生にやってもらうとめちゃくちゃマシになります。なのでいつも1ヶ月に1回は出張で来てもらって先生の施術を受けてます。では今日は今からその施術を受けたいと思います。
ちは。今日は今から経理ミーティングがあるんですけど、経理ミーティングの後に私が去年クリスマスパーティーでチャリティーを募っていたんですけど、その募金を贈呈しに GEO の公益財団法人の本部に行きたいと思います。今日はなので贈呈式です。今夕方の5時過ぎなんですけど、1階千秋巣に戻ってきました。今日は昼前から何本か打ち合わせをしてて、私はいつもいろんなことを並行して進めているので、今日は結構いろいろな打ち合わせがあったので結構疲れました。めっちゃ頭疲れました。今からは、知り合いとご飯です。今日はゆとるなをリクエストされたので、ゆとるなに行ってきたいと思います。今日のバッグなんですけど、このからし色のシャネルバッグを初めて持ちました。可愛いです。外は雨で、すごい今日は寒いんですけど、今から行ってきたいと思います。今日は日曜日なんですけど、昨日はライブに行ったり打ち合わせに行ったり打ち上げに行ったりしてたんですけど、今週の後半はあんまり、ちょっと忙しくて撮れてなかったです。今日は息子の友達の誕生日パーティーにお招きいただいたので行ってきたいと思います。では神戸の方まで行ってきます。チャーキスにいつも通り来てて、昼過ぎから美髪の美容院に行って髪の毛をきれいにしてもらいました。1ヶ月ぶりぐらいに行ったんですけど、こんな感じでサラサラになりました。ここにはコツコツ通って美髪ケアを続けてます。これドライヤーだけなんですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。こんな感じです。私明日からハワイに行くので、弾丸で3日間だけなので、今日はハワイに行くまでにやることを済ませたいので、今からちょっと外に出てきます。今日はすっごい寒いんですけど、この上にディオールのピンクのコートを着て行ってきたいと思います。では行ってきます。外は真っ暗なんですけど、ハワイの6時前です。今から私はコアパワーヨガに6時半からのヨガスカルプトのレッスンを受けに行きたいと思います。昨日はハワイに着いた日だったんですけど、もうすぐに予定が入ってて、
夜までずっとあったので、あっという間の1日目だったんですけど、今日もコアパヤガをしてから1時間だけ同じマンション、同じコンドミニアムの友達とお茶して、その後また用事に行きたいと思います。今日は寝不足っていうか時差ボケで1時間ぐらいしか睡眠が取れてないので、なんかふわふわしてるんですけど、頑張って久しぶりのコアパヤガを受けていきたいと思います。朝のヨガから帰ってきました。寝ずに行ったのでめちゃくちゃ疲れました。結構変な汗がたくさん出てきました。でもたくさん汗をかいてめっちゃスッキリしました。今日は今から、先ほども言ったように同じコンドミニアムのお友達と1時間だけお茶して、その後また出かけたいと思います。今日はこんなものです。これはザラのです。ザラの服を買って持ってきました。ここ火傷しました。コテで火傷した後なんですけど、もうだいぶ1週間ぐらい経ってるんで、もうすぐ治ると思います。では今日はもうこんなに晴れてて、分かりますか、もうすっごい、お天気がいいです。なので気持ちいいハワイです。では今日も行ってきます。おはようございます。今日もめちゃくちゃいい天気です。今日は、ヨガに行く時間がもうないので、ジムで有酸素してきました。40分ぐらい歩いたり走ったりして汗だくになってシャワー浴びて、今準備して、今8時半ぐらいなんですけど、もうすぐお迎えが来るので、下に降りて今日も一日頑張りたいと思います。昨日は朝からいろんな用事を済ませて打ち合わせなどもして、すごい長い一日でした。おとつい全然時差ボケで寝てなかったので、昨日はちょっと早めに寝て、今日はぐっすり寝れたのでめちゃくちゃ目覚めがいいです。今日も頑張りたいと思います。今日はハワイ最終日で、明日飛行機で帰ります。もう本当に弾丸だったので、どこもビーチとかも行けてないし、ハワイっぽいことが全くできてないんですけど、でもこのハワイにいるだけですごい、窓からも海が見えるし空気もいいし、ここのお家にいるだけでハワイを感じれるので、3日間でしたけど、めちゃくちゃリフレッシュできました。では今日も頑張っていってきます。今ジムから帰ってきてシャワーを浴びようとしているところです。今日は最終日、帰国日なんですけど、本当は朝にコアパワーヨガのレッスンを受けに行きたかったんですけど、今日は飛行機が早いので8時15分にはここを出ないといけないので、有酸素とちょっとストレッチと軽い筋トレをしにジムに行ってました。今からシャワーを浴びてパッキングして、ちょっとホールフーズに買い物に行って空港に向かいたいと思います。おはようございます。昨日無事に帰国して、今日はいつも通り朝からお弁当を作ったり家事をしています。ハワイは3日間ほとんどハワイらしいことができておらず、忙しく過ごしてたんですけど、やっぱりハワイのお家の窓からの景色は本当に最高で、毎日めっちゃ癒されました。またすぐにハワイに行きたいと思います。今日は1月29日なんですけど、29、30、31と日本にいて、また1日からお仕事でマレーシアの方に行きます。本当に1月、2月、3月はバタバタ海外に行ったりするんですけど、体調に気をつけながら頑張りたいと思います。
では今日はこの後また千秋さんに出勤してサロンワークをしたいと思います。こんにちは。今日は朝から千秋さんに来てサロンワークをしてて、今からちょっと外に出かけてきます。今日はこんな感じの服装です。この下はデニムです。今日はすごい寒いので暖かくして行ってきたいと思います。こんにちは。今日は1月31日です。今日で1月の Vlog が最終日となります。1月は、あっという間だったんですけど、内容はいろいろあって濃かったかなと思っています。ハワイとかも行ってますし、結構いろいろなことがあった1月だったなと思います。12月も忙しかったんですけど、1月もいろいろありました。充実してました。明日から2月なんですけど、明日から私は、マレーシアとタイにお仕事で行ってきたいと思います。タイは初めてなのですごい楽しみです。2月は結構海外も行ったりするので、こういった毎日の Vlog ではなくて行った先ごとに Vlog を撮っていきたいと思うので、また細かく上げていけれたらなと思います。皆さん1月の Vlog どうだったでしょうか。最後まで見てくださってありがとうございます。では2月はいろんな国で撮っていきたいと思うので、また皆さん配信を楽しみにしててください。ではチャンネル登録といいねお願いします。コメントも待ってます。